ウルバンバ川、ウルバンバの町、ウルバンバ川はペルーを流れる河川でアマゾン川の源流の一つである。クスコ南東部のアンデス山脈に源流があり、この辺りはビルカノータ川とも呼ばれる。上流部沿岸にはシクアにウルコスの町がある。中流部はビルカマ川と言われ、その沿岸はウルバンバ渓谷と呼ばれる。ウルバンバ渓谷の尾根には、 インカ帝国の廃墟マチュピチュがある。ウルバンバ渓国には、町名としてのウルバンバもある。ウルバンバ渓国の下流に、急流の難所として知られるポンゴモエニケ渓国があり、そこを境に上ウルバンバと、下、ウルバンバに分けられる。クスコ南東のアンデス山脈内、プーの県カンアラナ山から流れ出し、北北西へ 724km 流れて、田んぼ川と合流。 そこから浮かやり側となる。上ウルバンバは人口が多く広大な考えが作られている。ウルバンバ渓谷、マチュピチュなどもここにある。下、ウルバンバは比較的開発が遅れており、アシャ人カやゲンガをはじめとする先住民間家族が多いことが特徴である。主な産業は林業とか店や天然ガスプロジェクトである。主要居留地はセパワである。 1932年6月2日に、イギリスの地理学者、ジョン・グリコリーがこの川を登って、アンデス・サン・ムまでを探検している。マチュピチュから見下ろしたウルバンバ渓谷ブリタニカ国際、大百科事典商工目伝指示書版2006、ブリタニカ、ジャパン・ CEO、リミテッド。ありがとうございます。